アリアです。ユナです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、今回企画はアリアとユナのカバンの中身紹介です。イエーイ。それではレッツゴー。じゃあまずユナ、ユナがいきます。ちょっと待ってよ。はい、これはガストンルーガのスウェーデンのブランドなんですけど、最近インスタグラムで人気で日本でも売ってるんですね。ユナはこのピンクとブラックの合わさった大人ガーリーみたいな感じです。かわいいね、ピンクとブラック。ブランド自体ちょっとお高めの価格なので、お母さんと一緒に使ってます。結構見た目大きめのサイズです。じゃあ中身紹介していきます。こんな感じで絞るやつもありますね。じゃあ一つ目がデデン、お財布です。ワンスポで買いました。このかわいい、ちょっと金のデデデンがかわいい。カバンの中にも入れるし、こうやって持ち歩くこともできる、そういうの便利なお財布です。でここが小銭入れね。こう開くとカードとかお札が入ります。うん、いいね、使いそう、便利、持ち運びの便利。しかもここにマナカとかスイカとか交通電子マネーとか入れると、こうやって閉じてもピッて使えるんですよ。うん、だから超便利です。超便利。次にクリモモちゃんからもらったハンカチです。そう、これ大事だから、持っていてもめっちゃ綺麗に手を洗ってからしか使わないんです。で使ったらすぐ洗濯して、他と一緒にしないでこれだけ違うところでこうやって干して、近づこうとしたらちょっとこれ触んないでよとか言って、めっちゃめっちゃ愛してる、愛してる、愛用の。まだだからふわふわなんですよ。かわいい。クリモモちゃん大好きです。私も大好きです。これが普通にティッシュです。これが撮影の時に使っている、ちょっと小さめの水筒です。水とか飲んだだけでなくポコンって出ちゃうので、だからこれぐらいのサイズがちょうどいいです。めっちゃちっちゃくて。次がこれ鏡ですね。うん、あ、それいつも使ってる。そう、毎日使ってる。普通に持ってたやつなんですけど、ひめかちゃんとおそろ。ひめかちゃんがピンク色なんですけど、ゆなが紫で色違うので、撮影の時はもちろん毎日使ってます。毎日使ってます。これが原宿ロケの時に買ったポーチなんですけど、結構夏らしいデザインで、カラコンとか入れて、装着液とか目薬系も入れて、一つねブンって入る便利サイズのコンタクト入れです。アクセサリー入れです。これは一番最近買ったピンクラッテの商品です。中にはアクセサリーを入れてます。そしてアクセサリーの他にもお気に入りのね、リップを入れて持ち運んでます。これね、こうやってこういうのがついてるから、うん、こういうところにもね、つけれて、あー、便利だね。便利だね。前にもこれつけちゃった。そうそう、前このベルトのところにつけて持ち運んでました。結構入るんですよ、これ、うん、大容量でグッドですよ。これがサングラスです。似合う。そう、これは目から日焼けするっていうので、レッテンショット行くときは持ち上げてます。次が、え、かわいい日焼け止めです。かわいいね。このデザインに惹かれて買いました。しかも結構効き目もいいんだよ。めっちゃさ、ディズニー好きだからこれと。これスーパーウォーターブルーで、プールの時とかでもつけても、え、そうなんだ、しないんですよ。いってらっしゃい。いきます。いってらっしゃい。めっちゃ効くのにかわいいんですよ。かわいい。しかもベタつかないんです。ベタつかない。ベタつかない。ベタつかないよ。で、これおいしそう。あ、トイストリー今日のおやつ。え、待って、そんなの売ってるの？これも買いに行く。これトイストリーとコラボしてて、ドラムの外のところにデザインが書いてあるんですよ、トイストリーの。めっちゃ可愛くて惹かれて買いました。このドラム結構いいのお気に入りで、ちょっと小腹が空いた時とかたまにポンって入れて、おいしいってなってます。これマスカット味で、みんなの大好きな味となっております。もう撮影の時ほぼ毎回って言ってもいいほど持ってってる梅干しシートです。男梅のシートもあるんだけど、男梅のシートよりのこっちの方が好きですね。以上です。おー、次は私のカバンを紹介します。ババーン、ニコロンコラボの
リュックです。まずね、ポイントはね、この背のところにロゴテープがあって、真正面から見ても可愛いやつです。これはお気に入りです。結構シンプルな感じです。じゃあまずこのちっちゃいポケットから開けていきます。これもポケットめっちゃ入るんですよ。まずはハンカチ。これはディズニーのハンカチです。いろんなキャラクターが大集合してるハンカチです。アリアちゃんっぽいハンカチですね。あとドラえもんのティッシュ。私はよくティッシュ使うので2個入れてます。これはももかちゃんからもらいました。もうずっと使ってる鏡です。もうね、裏のお尻が可愛いの。お尻ドラえもんのお尻かわいい。で、次はキティちゃんのちっちゃいポーチなんですけど、この中にはちっちゃい無比、プチューナかゆいってなった時のやつと、あと目薬とか目薬が入ってます。綿棒とか絆創膏も出しております。あとこのくじです。こっちがこの前髪用で、こっちが全体溶ける感じのやつで便利です。あとリップが結構入ってるんですけど、まずこれはいつも使ってる 3CE のリップです。これはリップブラシで時々つけてます。これが最近発売したピンクラテのリップなんですけど、めっちゃ使いやすくて、このクレヨンタイプになってるからはみ出さないし塗りやすいです。あとこれブロックなんですけど、ノーラテのリップです。これは結構プルンプルンになって好きです。よし、ここは以上です。では次に行きます。ファスナーが丸くなってて可愛いんですよ。あ、本当だ。まずは可愛い。私いっぱいクマちゃん持ってるんですけど、この子はお気に入りの1個です。チップとデールのデールちゃんのクマなんですけど、私がこの服を買って猫ちゃんのやつを着せてます。猫もクマも好きだから、どっちも合わさって猫クマです。もふもふで大好き。この子はここにずっといるのよ。次にこの財布です。これはサマーサタバサの財布なんですけど、もらい物でめっちゃずっと使ってます。ディズニーコラボで後ろにオーロラ姫と男の人が入ってます。結構ちっちゃいのにめっちゃ使いやすくて、ここにもなんかつけれる金具があります。お気に入りです。アリエちゃんって感じ。次に、私目が悪いんで今コンタクトしてるんですけど、メガネです。ドラえもんです。後ろも可愛いんですよね。ここもそう、もふもふメガネつけてみたい。メガネはディズニーですね。え、可愛いんだけど、めっちゃ優等生。コンタクトを外すと、あの家とかで使ってる。次はドラえもんのちょっとちっちゃいポーチです。これにはゆなちゃんからもらったコンディックと、ピティさんからもらったマスクと、あとイヤリングとピンがいっぱい入ってますね。まあここはいろいろ入れです。使ってくれて嬉しい。次はドラえもんの大きい方のポーチです。これはクリアになってて可愛いです。中身はドラえもんのクッキー。可愛い。こういうやつです。見たことある方もいるかもしれませんね。お腹が空いた時に食べてます。あ、食べようね。次はまたまたお菓子なんですけど、大阪生まれのフリフリミックチュジューチュです。わざと言ってるんじゃないんですよ、こう書いてるんですよ。え、これ私大阪行った時の帰りにジュース飲んだ。めっちゃ美味しかった。これの、うん、え、マジで。これはキャラメルです。こんな感じの、もうパッケージも可愛いからね、買いました。もともとお菓子なんですけど、めっちゃチュッパチャップスが好きで、チュッパチャップスも入れてます。美味しいよね、チュッパチャップス。美味しいよね。私プリンが好き。プリン食べたことない。美味しいよ。あとは私の好きなドラえもんのシールが入ってます。可愛いね。一番これが好きなんですけど、めっちゃ可愛くないですか。お腹減った。これはね、もう大好きだから入れてます。あとは充電器。このモバイルバッテリーはめっちゃお気に入りで、みんな何かわかるかな。これはモンスターズインクのメータータンクみたいな、それ悲鳴の、そうそうそう、それそれそれ、悲鳴のやつです。ボタンを押すと光ります。買ったら専用シールみたいなのがついてきて、いろいろ貼れます。私はここにちょっと1個だけ貼りました。あとはコンセントたちです。最後にこれは友達にもらったドラえもんの三面鏡です。開くと三面になるんですよ。こんな感じの三面鏡になって
スで、もう一個の鏡とかが落ちたりなくしたりしたら釘を使います。このね、バッグもね、このクリア部分をよく見たら柄がついてるんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。あのね、ドラえもんとか導きエンジェルとか、あとどこでもドアとか空気砲とかドラ焼きとかトキコプターとか、まあそんな感じです。おかしい。これは新幹線とかでいつも食べてるんですけど、最近お気に入りのお菓子です。私、魚介類嫌いなんですけど、これ全然魚介類の味しないんですよ。だから好きなんです。豆みたいなのが入っててすごく好きです。あと、これはフィルグミです。ミカンとハッサクです。最後に、このピンクラテのミスチです。2種類あるんですけど、私は使ってみてこっちの方が好きだなと思って、妹ピーチベリーです。すごいいい匂いなの。まだありましたわ。このリュック、ここにパソコン入れみたいなのがあって、私パソコン持ってないんで普通に物とか入れてるんですけど、この中もめっちゃ入る。これは日焼け止めです。見た目も可愛い。これはちょっと白くなるやつです。トーンアップ。これはめっちゃお気に入りのうちわです。ドラえもんのうちわ、ちょっとちっちゃめで可愛いです。あとですね、ウェットティッシュとボディシートです。しまってるわ。はい、私のやつも以上です。よかったら参考にしてみてね。やっぱポーチとか小分けにするのはとっても便利なんでおすすめです。マジかな。